佐藤のなんちゃらラジオ。です。今年最後の放送です。うん、はい。今年からも毎週やってましたっけ？そう、今年からね。去年からやってましたっけ？いつからだろう。去年始めたのは去年。うん、毎週あげる。うん、週一で。でも1年はやってんだ。うわ。コロナになってからだっけ？こうやって週一で。そうだね。早いもんですね。早いね。何を話したか全く覚えてない。そうだね。僕が51回目だから、これがYouTube だと何を話してたんだかっていう記憶がないんですけど。すごい。はい。続けてルーティーンとして続けてこれたね。うん、うん、そして今日はアンケートも最後の、今年最後のアンケート、アンケートはこれかも続ける感じですか？そうだね、なんちゃらアンケートっていうコーナーを続けるかな。じゃあ早速いきましょうか。はい、なんちゃらアンケート、はいはい、今回のテーマは携帯ゲームやってますか、はい、ということで、はい、うん、が 23%、うん、いいえが 77% でした。圧倒的にいいえが、あ、ね、ということですね。結構ゲーム紹介してくれた人が、そうだね、うん、やってる方で、うん、気になるのありました？気になるの、うん、カエルのために金はなる、うん、どんなゲーム、何なんだろう、何だろう、カエルのために金は鳴る。金を鳴らしていくゲームじゃない？街中の金を。ああ、RPG かな。RPG 的な。ビデオゲーム。ビデオゲーム？携帯ゲームじゃなくて。携帯ゲームじゃないの？ビデオゲーム。ビデオゲームなの？もともとビデオゲームだったみたいな、うん、あ、そういうのあるよね。もともとテレビゲームで、うん、携帯でも登場みたいな。アクション RPG、 あ、やっぱ RPG だ、ね、なんかそのタイトルがそんな感じがした、うん、カエルが主人公なの。ちょっと荒いけど、こんな、それが何、携帯ゲームなんだ。いや、これはゲームボーイ、あ、もともと、うーん、それのアプリ版があるのかな。いや、知らないね。うん、 RPG はでも携帯ゲームで RPG ってなんかなかなかね、珍しいんじゃない、ね、珍しい気がするけど、大概パズルとかさ。そうだよね、うん、そのね、携帯ゲームにはなさそうです。あれじゃあゲームと勘違いしたのかな。あ、そういうこと。そうかも。ゲーム、オールゲームと。なるほど。あとなんかある、なんだっけタイトル。トゥードッツ。トゥードッツ、わかんないな。海外のゲームっぽいな、なんとなく。確かに海外のゲームやるのってちょっと怖いんだけど。あ、こういうの、トゥードッツ。あ、こういうのって面白いの、パズル。あ、これかパズル系の。パズル系って間違いってか、うん、まあ集中できるよ。私も一時やってました、こういう、うん、ハマっ、え、やってたの。ガーデンエスケープってやつ。何それ。超ハマったんだよ一時。え、指でこうなぞるの。本当まさにこういう、こういうの多いね。確かに超ハマった。ぷよぷよ的な感じなの。ぷよぷよ一回ダウンロードしてるっぽい。私一回ダウンロードしてるじゃん。こういうのも一回ダウンロードした。何、こうつなげていくみたいな、なんかもう、あるよね、それ多いよね、そういう系の。それも1回やったし、ガーデンスケープやってる人いないかな。めっちゃハマったんだよ。面白いスケープ調べてみよう。いや、多分ね、広告で見たことあると思う。へ、え、広告で気になってやり始めた。そう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 、なんかそういうのって結構なんかあんまり面白いっていうか、なんか
なんか変なのが変なのなんかさ、うん、広告が多かったり、あ広告詐欺だった。あそうだ広告でだよ、ね、そういうのあるよね。や面白そうって思って始めたパズルゲームで、うん、全然違うゲームじゃんって思ったけど、うん、もうずっとやり続けちゃった。ハマっちゃったんだ。それはそれで。そうなんだ。へえ。でももう今やってない。私もそんなアプリ持ってないんだよな。何も。私もね、やるとね本当ハマっちゃうんだよね。いつの間にか飽きちゃうんだけど。いつの間にか飽きてるよね。うん、動物タワーバトル。それもそんな感じかな。いや、なんだろう。なんかバトル系もあるよね、そういう携帯ゲームの。なんかよく電車でやってると見えるもん。ある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 。ね、激しい絵のなんか。なんかね、ビラーってビラーって、ね。そうそう、ビラーってなってるやつ。面白いな。やりたいと思う。可愛いでも。なんかリアル。ここなんか思ってたのと違う。可愛いこれ。重ねていくやつだ。うん、これは面白そう。面白いね。動物が重なっていく。なんかいいね、可愛い。これは面白そう。リアルな。リアルな動物たちが。うんうん、いやこれ面白そうですね。可愛い。そう、入手してみようか。うん、やってみなよ。可愛い。あとは何かありますか。ゲームボーイポケットなんてのもあるの。ゲームボーイ、ゲームボーイでできるやつが携帯でもできるよみたいな。うん、ないぞ。ゲームボーイポケットってそういう何おもちゃ。分かんない。あ、なにこれ、あれこれ、なんだこれ、あ、これをやってるってことか。あ、本当に昔携帯、本当にゲームボーイを携帯してやってるってことね。ゲームボーイね、これ懐かしいね。ゲームボーイポケットってこれか。それ持ってたね。持ってた、普通に。いや、ゲームボーイはやっぱ面白いよね。めっちゃ面白いよね。あれね、今誰も持ってないの不思議だね。あんな面白いの、ね、あれね、うん、めっちゃやってたよ。やってた。でもさ、ちゃんとさ、電車の中とかではやってなかったよね。やってなかった。え、どうだっけかな、やってたんじゃない、知らんけど。友達の家とか家の中で、うん、忘れてたな。でも家でも集中って感じでね、集中してやってた、うん、やってた。でもまだお家にあるよね、ゲームボーイ。あるんだ。あるある、ゲームボーイアドバンスもあるし、ポケモリ。ポケモリってなんだろう。動物の森のポケットキャンプだそうです。面白そうじゃんね。携帯版の動物の森ってことだね。へ、できんだ。なんか一時期そういうのも、まあ、あったよね、話題になったね。へ、ピクミンとジグソーパズルなんてのもありました。ジグソーパズルは普通に面白そう。うん、うん、なんかピクミンはなんか情報によると、うん、ちょっと残酷なんでしょ。ああ、食べられちゃうから、なんか、うん、あるんだ、携帯のアプリで。へえ、へえ、綺麗だね。うん、綺麗。え、ゲームしたいと思う。いや、オセロはね、ずっとアプリに入れてるんだよね、うん、携帯買って使い始めた時から。それぐらいですか。ソリティアとかあったりするのか。ソリティアありそうだよね。ソリティア好きだったなと思って。ソリティア絶対あるよ、多分。ソリティア、ソリティアありそう。あると思う。あるっしょ、ソリティア絶対あるっしょ、うん、オセロがあるんだから。なんかちょっと前はね、うん、やってる時あったゲーム。ね、携帯ゲーム。携帯ゲーム。何をしたの？何？なんかあのちっちゃい水槽を買うみたいなやつ。あ、とか。なんかね。なんかマチコさんに教えてもらった。なんかそれ見たことある。アクアリウムみたいな。あ、なんかやってる人見たことある。うん。やつとか、あと猫集め。あ、やってた。やってた。やってた、猫集め。懐かしい。謎の、なんかあったよね。やって、結構やってる人いたよね。なったんだっけ。なったんだろうね。途中で猫集めあったわ、懐かしい、ね、うん、なんかすごい太っちょのがいたり。そうそう、結構癒されてた。癒されてた、うん、ちょっと今ルールすら思い出せないけど。忘れた。やってた、猫集め。懐かしい。あと野球のゲームもやっ
一時でしょ。一時あった、なんか野球ゲームあった、野球のゲームあった、あった、やってた、やりましたね。あとなんか本腰入れてダイエットをしようって思った時があって、うん、そのダイエット用のちょっとゲームっぽいアプリがあってさ、うん、へー、それ使ってたら本当に痩せたし、すごい面白かった。これはいいね、効果が出るんだろう。なんかね、太っちょの男の人、うん、男の子、太っちょの男の人がいて、うん、その人がなんかその人と一緒にストレッチとかやるの、やると、うん、その人がかっこよくなってくっていう。あ、そうなんだ、へえ、面白い。痩せるとね、うん、そのストレッチとかをちゃんと一緒にやると、うん、その太っちょだったのがどんどんスマートに、うん、かっこよくなってくよみたいな、一緒に、で私も同時に痩せてくよみたいな。なるほどね、そうそうそう、一緒に痩せてくよっていう。筋50回だとか、そういうプログラムを投げかけてくれて、うん、っていうのやってたな。痩せた、それで。それで本当に痩せたし、かっこよくなってた。どうした？なんか完璧なかっこいいまではいかなかったんだけど、普通インディー女子が好きそうなそういう感じになってぐらいになった、なんか、普通の、うん、そうなんだ、うん、面白かった。ありがとうございました。はい、今日最後の放送なんだよ明日、あさって、何、あ、放送されて次の日には、明日はインスタライブ、あ、インスタライブやるんだけど、この放送は最後なんだよ、これが。やばい、やばいよ。どうですか、来年は。来年はね、うん、私抱負決めたの、自分の抱負。何決めてない、決めてなかった。ちょっとこれ発表しとこうと思って、うん、発表して、うん、これ水をね1日2リットル飲むっていう、結構大変だよ、目標を決めたんだけど。いいと思う、うん、いいじゃない。私本当水飲むの嫌いじゃん、水分取るの本当に嫌いで。水分取るの嫌いなの。そう、500ミリリットルを飲むのもすごい無理だったの、だから200ぐらいしか1日飲んでないんじゃないかみたいな感じだったんだけど、それじゃまずいかなと思って。私も水500は1日飲むようにしてんだよね。500じゃ足りないんだよ。そう、だからその水筒500ミリリットルをまあ2回だから結構1リットル飲む、うん、1リットルはまだいいかもね。そっからいけない、3杯目にいけないの、なかなか。なんか一気飲みしたんじゃ意味ないって言うしね。そうそうそう、ちょびちょび、うん、職場にウォーターサーバーあるからさ、いいね。そう、それで3はいけない、頑張った時3行ってたけど、いや4、2で限界だ、ね、からさ、うん、でも大変だよね結構ね。4難しいよね。でも結構現実的なさ、うん、目標で、まあ、確かに現実的、いいと思う、現実的で、うん、できそうだしね、ちゃんと、うん、まあね、そう、うん、っていうのもね、うん、なんでこう思ったかっていうとね、うん、YouTube で、うんうん、二階堂ふみが、うん、カバンの中身を紹介してる動画がある、うん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 、それを見てね、うん、水飲んでた、ものすごいでっかいボトルを、こんにちはって言って持ってくんの、出だしから、うん、カバンに入りきらなくて手に持ってるの。へえ、二階堂ふみですみたいな時に、うん、もうカバンと別でめっちゃでかいボトルを、うん、どうもこんにちはって出てくるわけ、うん、それ でなんかね、なんか入れてんの、その水じゃなくてなんかレモングラスの、あ、ちょっと風味付けみたいなつけて、でこれを飲むようにしてて、うん、もう一個ちっちゃいのも持ち歩いてますみたいな、うん、何、水を私はよく飲むので、うん、みたいな。めっちゃ飲むじゃん、めっちゃ飲むじゃんと思って、うん、でもそのカバンに入りきらないでも堂々とあの手に持ってるっていうのがすごいいいなと思って、うん、見てみよう。
そう思って同じでっかいボトルを買おうと思ったんだけど、うんうん、まあ、結局ちょっとちっちゃいのにしちゃったんだけど、ね、でもだって持ち歩きできるし、そうそうそう、うん、やっぱり変かなと思って、私がそのでっかいのを持つっていうのもちょっと変かなと思って二階堂ふみ、まあね、それはあるよ、女優さんだから、そうそうそう、女優さんだから絵になるってのもあるよね、うん、そうそう、ライブ決まりましたね、でもね、あ、そっか、ライブ決まったね、ちょっと発表されたから、浅くないてんだ、うん、2月だけど、うん、もうちょい先ですけど、来年の2月4日、うん、金曜日に、うん、ルーシー・チューさんの、うん、ファーストフルアルバム「レコ発」リリースパーティーだね、うん、それに参加させていただきます、うん、横浜だね、横浜、横浜にライブハウス、うん、あるんだ、久しぶりのライブですね、ね、緊張、緊張するんだ絶対、ね、緊張する、絶対するよ、絶対するよ、絶対するよ、どうしよう、またなんか画像を探そうかな、いや探さなくちゃ、セトリ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 画像ね、そう、ぜひ来てください、ください、来年はもう少しライブもいろいろしたいね、うん、そうだね、うん、できるようになるといいけど、ね、今年はあまりにもしてなかったね、うん、ね、なんちゃらラジオぐらいじゃない、活動といえば、確かに、ライブ全然してないよ、ね、うん、なんとか週一でなんちゃらラジオを上げれたっていうのはすごい嬉しいけど、うんうん、よく続けたよね、うん、ね、ちゃんとね、うん、リモートしてまでね、リモートしてまで続けたよね、うん、ね、続けてみたくてね、ちょっと少なからず聞いてくれてる人がいるっていうのが、うんうん、ちょっとでも分かると、うん、そうだね、いやね、続けられるみたいな人も聞いてくれてたんだっていうのがね、意外とね、聞いてる人が、ね、いたっていう、いたっていうね、びっくりで、最近ちょっと嬉しいことあったよね、うん、嬉しいことがあってね、ありがとうございますって感じです、ありがとうございます感じですね、うん、あ、そう、来年からはね、うん、このラジオに対してのちょっとあれだけど、うん、あの私たちの声をもうちょっとこう綺麗な感じで撮りたいなっていうそんな音はどういいんだろうね、マイクを用意した方がいいってこと、そう、マイクを用意しようかなと思ってます、うんうん、いいと思う、いいですね、もうちょっと、うん、あのラジオっていう感じになるんじゃないかなと、はい、思います、うん、頑張ろう、どう、いいよね、いいと思う、マイクあった方がいいんじゃない、うん、いいよね、うん、楽しみに何レベルアップ、レベルアップした、レベルアップしよう、うん、なんちゃらラジオよろしくお願いします、うん、お願いします、します、楽しみにしていてください、お願いします、お願いします、本当に今年1年ありがとうございました、ありがとうございました、はい、はい、じゃあ最後のおやすみなさいね、はい、おやすみなさい。おやすみなさい。